な、まあ、メーカーさんに使用されているわけですけれども、はい、御社のビジネスモデルを教えていただいてもよろしいでしょうか。フィルターですから、これ消耗品ストックビジネスになります。建設機械、我々には2つの業界がマーケットがありまして、1つは建設機械のライン用フィルター、もう1つは補給用フィルターと2つあります。補給用、はい、ライン用フィルターというのは、建機メーカーさんが建設機械を生産していくときに部品として最初から組み込んでいく、これを我々、ライン用フィルターというふうに言っています。で、そのできた機械が今度マーケットに出ていって稼働するわけですね。稼働するとフィルターですから目詰まりしてきます。1000時間、今500時間とか1000時間言ってますけど、一定時間が過ぎるとこのフィルターは目詰まりしてきますので交換するんですね。で、ここで補給用のフィルターが生まれる。これがアフターマーケット、補給用フィルター、ライン用フィルターと補給用フィルター、この2つがあるというのが当社のビジネスモデルのとても大きな特徴になります。あと、その新車とアフターサービスというのも、はい、御社の強みであると聞きました。はい、このライン用フィルター、アフターマーケット用フィルター、この2つがあってですね、例えばその世界でやっぱり景気変動はありますよね。で、景気がいい時はですね、建機メーカーさんたくさん機械作りますから、ライン用のフィルターの売り上げがぐーんと伸びるんですね。で、景気悪くなってくると、今度は建機メーカーさんの生産台数を当然絞りますから、ライン用フィルターの売り上げは落ちます。がしかしですね、補給用のフィルターですね、これどの国もそうですけど、景気悪くなってくるとですね、公共投資ですね、橋を作ったり道路を作ったり機械が動くんですね。で、動くとこの補給用のフィルターが売れるということで、比較的不況には打たれ強い体質を山下が持っています。なるほど。 LINE と補給っていうのは、新車とアフターサービスという位置づけになるということですね。はい、そうです。はい、ありがとうございます。それで、まあ、両方に使っていただきながら、はい、安定した経営がなされていると。はいはい、社長はこの会社に入られて37歳の時に2代目社長に就任したとお伺いしました。はいはい、まあ、そこからご苦労もあったとお伺いしました。はい、そこのお話について、まあ、そこからどう乗り越えていったのかというところをお聞きしてもよろしいでしょうか。はいはい、一番印象に残っているのは、フィリピンの工場を立ち上げる時のお話でして、当時ですね、フィリピンの工場89年から稼働を始めました。ちょうど今年が30周年で、先日パーティーをやってきました。ありがとうございます。思い出すと85年ですね、1985年、プラザ合意がありましてですね、以来円高に急激になりました。85年から87年にかけてとても大きな円高になりました。そうすると輸出企業はですね、とても大きなインパクトがあります。それまで佐賀の工場で作って、でそれをアメリカ、ヨーロッパに建機メーカーさんが供給していったというビジネスモデルがですね、佐賀から持っていったんじゃ円高で高い、現地で調達しようという話が当然出てきます。と、一方でもう一つはですね、同じ時期にですね、韓国とか台湾とかのアジア勢の追い上げというのがありまして、当時はニックスとかニースとか言われましたけども、まあ見た目、一緒、値段は半分ということで、韓国台湾からのフィルターの売り込みがありました。これフィルターだけじゃなくていろんな分野で売り込みがあったんですけども、そうすると前は円高の壁、後ろは韓国台湾の追い上げ、板挟み状態で、これはもう何とかしなきゃいけない、まさに経営の危機だったというふうに思います。そこを社長どうやって乗り越えられたのか、考え方を若干変えましてですね、韓国、台湾、このアジア勢をですね、それまで敵だと思ってたんですけども、これは敵じゃないと。よく考えたら、日本も昭和20年8月もう焼け野原から奇跡の復興を遂げてきた、それに遅れて彼らは今成長してきているということなんで、我々には技術がある、彼らには安い人件費で生産力がある、そこで手を結べばですね、これ円高のアメリカ、ヨーロッパとも対抗できるんじゃないのかということで、まず最初に韓国、台湾のこのフィルターメーカーと手を結べないかということで、チームを作ってフィルターメーカーをずっと当たっていきました。で、最初に韓国に行ったんですけども、ビジネスやる環境ではなかったということで、韓国は諦めました。で、次に台湾に行ったんですね。台湾はとてもこれ親日的で大変よろしかったんですけども、見積もりをもらうとですね、とても高いということで、韓国、台湾がダメだとな話になると、次は今度香港、シンガポール、フィリピン、タイ
という ASEAN4 と言われるところになるんですけども、シンガポールとか香港というとこれは貿易とか金融の街でして製造業の街じゃないということで最初に行ったのがフィリピンだったんですね。でフィリピン行った時にパートナーを探しに行ったんですけども、フィリピン政府 の BOI 投資委員会ですねから勧められたのがセブで、政府の開発した工業団地がある、そこでスタンダードファクトリーもあるしインセンティブもたくさんある、法人税も8年免除だというようなお誘いがありまして、で見に行ったところが、あなるほどコストも安くていける、じゃあパートナーを探すんじゃなくてじゃあもう自分たちで海外生産を始めようと、その時に初めて海外生産ということがイメージ浮かびました。以来準備して89年からスタートしまして、まあ、おかげさまで30年になった次第です。なるほど、そこを一つきっかけにやっぱり会社としていい体制が作れてきたというところです、はいはい、フィリピンに工場があったかなかったか、これなかったら今ないと思います。とても大きな決断だったというふうに私は思います。なるほど、いろんなご苦労を乗り越えてこの地に至るわけですけれども、はいはい、まあ、社長が経営者として就任されてから経営において大切にしている考え方ってどういうところなんでしょうか。はい、まあ、座右の銘というのもちょっと違うかもしれませんが、いつも思っているのは夢への挑戦。まず夢ですね。3年後こうしたい、5年後こうしたい、10年後こうしたい、できるできないは別ですよ。でもね、イメージを持たないとダメですね、夢を持たないとダメですね。で時々うちもそうですけど予算作るとですね足元から積み上げていくんですね。ダメですね、こうありたい、5年後10年後こうありたい、だからそれに向かって線を引いてですね、そのためには今何しなきゃいけない、長期計画というのはですね、長期の5年後10年後のためのもんじゃない、今のための長期計画ですよ。これを大事にしていきたいというふうに思います。我々このコンテンツを100年後そして1000年後までも残していきたいと考えております。はい、今の時代を生きてこられた、はい、社長から、はい、次世代に向けたメッセージをいただけないでしょうか。はいはい、ビジネスの基本というのは、まあ、うち製造業ですから多分変わらないと思うんですけども、当社の社税は企業理念ですね、ろ過時に使うと、しろ過時というふうに書きます。横に書くとですね、仕事の真ん中にろ過があるということでフィルターのメーカーだということがよく分かります。お客様のためにフィルタービジネスで貢献する、これがその意味なんですね。まあ、お客様のために頑張る、顧客第一ですね、これをお忘れないでやっていただきたいというふうに思います。そうやってこうやっぱり顧客目線の人材というか、はい、そういった人を育てるにはどういったところが大事になってくるんでしょうか。製造業ですからこれもとても大事なんですけども、現場現物現実主義というこの三元主義ということがあります。現場に行かなければわからないことというのはたくさんあります。よくですねこういう窓際からこう見ててですね、煙突があって、煙が流れてると、あ風が強く吹いてるんだなとかいうふうにわかるじゃないかと言うんだけど、これじゃわかりません。現場に行ってこそですね、例えば匂いとかね、これ現場に行って頬で風を知るということがありまして、現場に行かなければ現実に触れなければわからないことがたくさんあります。製造業は現場現物現実主義です。これを大事にいきたいというふうに思います。それは多分御社だけではなくていろんな企業に共通している大事な要素かもしれないですね。はい、はい、社長今日は貴重なお時間いただきましてありがとうございます。ありがとうございます。